読売テレビのニュース番組で出演タレントが一般人の性別を調べるために必要に保険証を確認したり胸を触ったりしたことについて BPO ・放送倫理番組向上機構はきょう プライバシーや人権の侵害であり、放送倫理違反があったとの見解を発表しました。BPO は、性的少数者への配慮が議論される時代に、最も感性が鋭敏であるべき放送局が著しく配慮を欠く放送をした点で、看過できないと指摘しました。